質問です。日本人は長年畳の上で生活をしてきましたが、現代はテーブルや椅子などを利用した生活スタイルになったことで、歯並びなどへの影響は出ていないのでしょうか。それもまたなんか調べて、それをこう僕に試してるわけですね。やっぱり食べる姿勢っていうのはとても大事だと思います。座り姿勢ってやつですよね。今もうこうやってテーブルに座るのがもう当たり前になっちゃったので、足を地にしっかりつけて、よっかからずにやや前傾で、みぞおちくらいの時にテーブルの位置を持ってきて食べるっていうのはとてもやっぱり大事なことだと思います。結局ね、体のこういう姿勢、こっちにテレビ見てこうやって食べるとかっていう姿勢も筋肉の使い方っていうのは大きく変わるんです。咀嚼であれ、嚥下って飲み込みであれ、呼吸であれっていうのも筋肉の使い方が変わってしまうので、極端な話、寝転がって食事すると最初は食べにくいんですけど、いつか食べれるようになるんですよ。っていうのはいつかもかかんないかもしれないですからね。もう次の日には食べれるようになるかもしれない。それはね、使い方を覚えるんですよ。そういう寝っ転がって食べる方法をマスターみたいな。だけどね、そのマスターした方法は人間としてはね、正しい機能の方法ではない可能性があるんですよ。ってことは、機能は筋肉によってされてるっていう部分がありますので、筋肉が正しい動き方をしないと、もうあらゆる問題が起きてくる。子供は成長できないでしょうし、大人は衰えていくでしょうしって。だから、子供が今飲み込み、呼吸、咀嚼っていうのができないっていうのは、今老人に起きてる問題と一緒なんですよ。子供はこれからこうそれができていくようにならないといけない。でも大人はこれから衰えていく。しかも今の食事もしくは生活だと、どんどん衰えていくスピードが速いんですよ。だからそういったものを食べれるようにするトレーニング、飲み込みできるトレーニングするっていうのは、もう子供と大人っていうのは、老人とかっていうのは同じことやるんですよね。歌を歌ったりとか、ベロの体操とかっていうのは、老人ホーム行くのと、僕らうちでやってるような子供のプログラム、こういった筋機能のトレーニングのプログラムっていうのは同じことやってるんですよ。終わってますよね。終わってるんですよ、本当に今。もうそんな時代ですよ。それを歯並びだけ見て、ああ歯並びだけ直さなきゃって聞いてるんですけど、歯並びだけを直しても、その後ね、健全に育っていくことはね、不可能ですよね。だって呼吸と飲み込みと咀嚼できないんですよ。生命活動じゃないですか、これって。っていうのを話をすると、嫌な顔してお母さんを逃げていくんですよね、これ。はい、ありがとうございました、みたいな。まあそんなもんですよね。口呼吸のお子さんは多いですよね、実際。昔、子供の幼稚園で PTA やってた時に、卒園式とか入園式とかで横にこうやって座ってるじゃないですか。見てるじゃないですか。やっぱり立ち上がった時にね、子供たちやっぱつま先が結構上がってるんですよね。要はね、かかと重心なんですよ。すごいかかとに重心なんですよね。そしてね、やっぱり姿勢が悪くてね、口がポカンと開いてるっていうのは、すごいやっぱり印象に残ってるなというふうに思います。知らなければ目にはつかなかったんでしょうけど、やっぱりちょっとそういうふうな目で見ると、あ、本当に今の子供たちってそうなんだなっていう気はちょっとしましたね。